触れないとか話ができないとかそういったのはまだありますけれども、それはなんか技術的にその解決することじゃないかなと思うので、うん、死なないっていうことと年取らないっていうことが二次元のメリットだと私は思ってます。